トミー・ジョン手術は、肘の剣や、人体の損傷、断裂に対する手術術式。1974年に、フランク・ジョーブによって考案され、初めてこの手術を受けた投手トミー・ジョンにちなんでこう、呼ばれている。投球の際に、肘の側副人体に大きな負担がかかる野球の投手が受けることの多い手術である。野球以外では、やり投げなど投擲系の競技者も受けることがある。 損傷した腱や人体を切除した上で、患者の反対側もしくは同一側の前腕や肩、臀部、室外腱などから、正常な腱の一部を摘出し移植することで患部の修復を図る。移植した腱が人体として患部に定着するまでには、時間がかかるため、術後には長期にわたるリハビリを行う必要がある。まず、おおよそ2ヶ月をかけて、 肘の可動域を元に戻していくトレーニングを行い、日常生活において、支障なく腕を動かせるようにした後、軽めのウェイトトレーニングを開始する。徐々にウェイトの量を増やしていくのと並行し、腕全体を強化するための様々なトレーニングをはじめ、日常生活や通常の運動ができるまでに回復したと判断された時点で投球を再開することになる。通常、 ここまでの回復に約7ヶ月を要するため、実戦復帰には12ヶ月から15ヶ月が必要となり、一般的には、術後18ヶ月で故障前と同レベルの投球ができるようになると考えられている。実戦復帰後も球団によって厳しく、球数を制限されるため、完全復帰は翌シーズン以降になる。その間、ほとんどの場合は、育成選手として契約を行い、 完全復帰の目途が立った段階で、改めて支配下登録を結ぶこととなる。ただし、これは、患者が、投手の場合で、野手の場合は、より短い期間で復帰できる場合が多い。野手の術後は、バビップや、長打率、HR、FB の数値が低下する傾向があるというデータがある。また、日本人選手の術後については、アメリカのスポーツ医学に携わる、 外界からアメリカや中南米の選手とアジアの選手の細胞が蘇生していくスピードは違うため日本人選手を12ヶ月から16ヶ月で復帰させたとしても人体の強度や周辺の組織の復元度はアメリカや中南米の選手とは同じにならない。日本人選手には時間的な猶予を多く与えることが必要だという意見もある。ジョン・ロイーゲルの調査によると 1974年から2015年3月までにトミー・ジョン手術を受けたプロ選手数はメジャーやマイナー複数回を含め900人以上手術を受けた年度別の人数は2000年代前半から急増しここ10年では500人以上の選手が手術を受けているプロ選手以外にも大学生や高校生などのアマチュア選手が TJ 手術を受けることも非常に多いが アマチュアでは後日の誤解から手術に至るケースがある、ため批判的な意見も多い。2005年から2014年までの統計によると、TJ 手術に至る、プロ選手の肘の人体損傷が起こった時期は、プロ野球シーズン開幕前の3月が、最も多く、全体の27%を占める。最初に、トミー・ジョンが、この手術を受けた際は、成功率1%未満とされていたが、 スポーツ医学専門誌のザ・アメリカン・ジャーナル・オブ・スポーツ・メディシンが1986年から2012年までに TJ 手術を受けたメジャーリーグベースボール参加の投手を調査したところ83%がメジャーに復帰しマイナーも含めると97%が実践復帰を果たした成功率向上の要因としては手術そのものの技術的進歩があったからではなく リハビリテーションの知識と方法の著しい進歩と改善によるものだとされている。医学者独自、ザ・フィジシャンスポーツメドソンがアマチュアの野球選手189人とコーチ15人、保護者31人に行った調査によると、投球パフォーマンスを向上させるために、肘に怪我がなくても、トミー・ジョン手術を受けるべきだと高校生の51%、大学生の26%、 コーチの33%、保護者の37%が誤解していた。これは、トミー・ジョン手術を受けた当初は、休息が増すという続説が広まったことによる。実際に術後に2マイルパーアワーから4、マイルパーアワーほど休息が上がった例は数多く、前日のザ・アメリカン・ジャーナル・オブ・スポーツ・メディシンの調査によると、手術前の2年と手術後の2年を比較した場合、手術後の方が、 防御率が良くなっているというデータもある。しかし、2013年の米セーバーメトリクス会議で発表されたデータでは、2007年から2011年に TJ 手術を受けた44投手の手術前後の P チフ X の測定による平均球速は、術後0.875マイルパーアワーの低下が示された。 2014年にアメリカスポーツ医学研究所が2007年から2012年の当主を対象にした調査でも0.79マイルパーアーの低下が示され、休息が増した例は手術経験者全体からすると少数派となっている。休息が増した理由については、手術そのものの効果ではなく、リハビリテーションにより、下半身が鍛えられたり、投球フォームが改善されたことによるとされている。 この他にも、中南米出身の投手に、トミー・ジョン手術の経験者が少ないという誤解も、広まっていたが、アスミの調査によると、アメリカ出身の投手と同じ約16%の投手が手術を受けたことが判明している。また、低いマウンドや柔らかいマウンドでプレーした投手には、手術経験者が少ないという誤解も、同じく、アスミの調査により人体損傷の発生率に、 関連性が見られないことが判明している。前日の通り、アメリカでは TJ 手術を受けたプロ選手の年度別の人数は2000年代前半から急増し、1996年と2012年を比較するとちょうど8倍に増えている。2015年現在、TJ 手術が急増した主な原因について確たる答えは見出されていないものの、以下のような説が議論されており、 これらの要因が複合的に絡み合うことにより手術が増加したと考えられている。TJ 手術の権威として知られる整形外科医のジェームズ・アンドリュースが創立したアメリカスポーツ医学研究所は常に全力投球で速い球を投げようとすることが肘の故障を引き起こすリスクを高めるという見解を発表している。近年の MLB では速球系球種の急速が 増加傾向にあり、中でも平均急速と最高急速の差が小さい若手投手が TJ 手術に至っている傾向がある。同じくアスミが若年時からの蓄積によって故障は引き起こされるという見解を発表している。アスミが10年間で500人のアマチュア選手のデータを集めた調査によると年間の投球イニング数や1試合あたりの 投球数が多ければ多いほど肩や肘の故障の確率が上昇していることが判明している。また、2011年にアメリカ整形外科学会が9歳から14歳の投手481人の10年後を調査した結果によると年間100イニング以上投げた投手が肘や肩の手術を受けるか野球を断念する確率は3.5倍になっているという。2014年には MLB と米国野球連盟が18歳以下のアマチュア投手を対象にした故障防止のためのガイドライン、ピッチスマートを発表しているほか、ジェームズ・アンドリュースをはじめとした整形外科や理学療法士の研究データに基づいた故障予防アプリが発表されている。日本でも TJ 手術を執刀している。 経由整形外科病院院長の伊藤恵子は、肘の人体が正常な投手が投球中に人体をいきなり切ることはまずありません。小学生時代からの繰り返される負荷により生じた小さなほころびが積み重なって切れてしまうと語っており、全日本野球協会や日本整形外科学会もアマチュア球界の調査を進めている。動員医師の小島幸三が、 2019年までの10年以上に、渡り600件以上の手術を担当した患者を分析したところ、高校生以下の子供がおよそ4割を占め、中には小学生もいたこと、また2019年1月、野球チームに所属の小学生289人の肘の状態を検査した結果、過去に肘を痛めたり、現在肘を痛めたりしている選手は89人で28%、 いたことが報じられた。その他、野球特化傾向が進んだことが若年時のダメージ蓄積に影響しているという意見もある。アメリカでは、アマチュアスポーツの掛け持ちが一般的であったが、近年は一つの種目に特化して取り組む傾向が進み、一年中野球に取り組むものが珍しくなくなった。アスミ所属医師のグレン・フライシングによると、こうして、 野球特化傾向が進んだことにより20歳までに重大な故障を負うリスクは以前の3倍に膨れ上がったという。しかし、アメリカ国内出身者と中南米出身者とで TJ 手術に至る率がほぼ同じであることから野球特化傾向による説は成り立たないという意見もある。また、アメリカ以上に一種目特化傾向や全国高等学校野球選手権大会等で 連戦連投を強いられる傾向が強い日本の投手は、なぜ TJ 手術に至ることが少ないのかという声もあるが、これについては、ウェイトトレーニングの少なさや TJ 手術が定着していないため手術に踏み切らない選手が多いことが挙げられている。逆 W 字型の典型例として挙げられるスティーブン、ストラスバーグの東急ホームグレッグマダックスの 東急フォームジェームズ・アリュースをはじめとする整形外科やシカゴホワイトソックスで投手コーチを務めるドン・クーパーをはじめとする球界関係者らは人体損傷の最大の原因は東急フォームと主張している。特に両腕の肘が両肩よりも上になる逆 W 字型の東急フォームが肘へ悪影響を与えると言われており、グレッグ・マダックスのように利き腕と 反対側の肘が肩よりも上にならない投球フォームが理想と言われている。逆 W 字型の投球フォームは体に比べて腕が遅れて出てくるため、下半身等へ力が分散されることなく、肘にダメージが集中してしまうと考えられている。重大な故障が増えたのではなく、成功率向上によって手術への抵抗感や心配が和らぎ、 騙し騙し投球するよりも手術するべきという認識が広まったことにより、単に手術へのハードルが低くなっただけではないかという指摘もある。将来的な手術の可能性が判明していながら、プロ契約に至るケースも増え、実際に日本のアマチュア球界から直接、MLB 球団とのメジャー契約に至った田沢純一の場合、入団前に球団が行った。 身体検査の時点で将来的に TJ 手術に至る可能性があることがすでに示されていながらも契約に至ったという。アメリカではカーブの投球が主たる要因の一つであるという続説があるが、アスミが過去の学術論文を精査したところ、カーブと肘の故障を明確に関連づける生態力学的、疫学的なデータは見つからなかった。ただしアスミは、 子供は十分な身体的成熟や神経筋のコントロールができておらず適切なコーチングを受けていない可能性もあるため依然として基本的な投球動作から始め速球、チェンジアップと段階を踏んで習得するべきであろうという見解を出している。またスプリッターやスライダーの投球についても要因になると一般的に考えられている。スライダーに関しては実際に 肘の痛みのリスクが86%上昇するという研究や、投球動作が速球やカーブに比べて故障につながりやすいという研究がある。スプリッターについての明確な研究は少ないが、近年の投資を対象とした調査によると、サンプルサイズが少ないことに留意する必要があるが、スプリッターを大投げすることが故障につながるとは、言い切れないことが示されている。 日本では2014年にダルビッシュ有が中4日は絶対に短い。球数はほとんど関係ない。120球、140球投げさせてもらっても中6日あれば人体の炎症もクリーンに取れますと発言したことから MLB で主流となっている中4日の先発ローテーションを主たる要因とするような報道がある。しかし中4日の先発ローテーションは tj 手術が急増する以前の1980年代から機能してきたことや、プロ入り後の作業負荷は発達途上の段階で生じた損傷を加速化させているに過ぎないというアスミの研究から、この説を手術急増の要因とするのはアメリカでは少数意見となっている。ただし、先発投手の負担軽減策として、当板感覚を緩める動きはあり、実際に2011年に、 シカゴホワイトソックスが一時的にリリーフ投手を減らして、先発6人制のローテーションを試したことがあった。しかし前述のダルビッシュ自身も認めているように、向上的に当番感覚を緩めるためには、ロースター枠増大で少なくとも1500万ドル以上のコストが増すことや、すでに高額契約を結んでいる、先発投手の費用対効果が悪化するなど様々な、 問題が生じることが挙げられている。選手編成側の意見としては、テキサスレンジャーズ GM のジョン・ダニエルズは、6人ドーテーションが機能するためには投球のクオリティが上がることが条件になる。より質の高い28から29先発か、それより少し落ちた34先発か、どちらを選ぶかの問題だ。そして今の時点では、質が高くなると自信を持って言える人はいないんじゃ。 ないかなと語っているありがとうございます